舐めとんのかおめえ。ああ新品でまだ開封もしてないのに。おう極道を甘く見とると痛い目合うで。あんたらさ素人舐めすぎてやしないか。なんやと。みかじめ欲しくて来たんだろ。だったらそう言えばいいのに。そうすりゃこっちも話くらい聞くのにさ、朝っぱらから喧嘩をしてこられちゃなんかイラッとするんだよね。ああ、兄ちゃん、わしらとやり合おう言うんか。よく言うよ。そっちが先にふっかけてきたんだぜ。上等やないかい。ところはこれくらいで許しといたる。覚えとけや。はあ、これって俺が片付けなきゃなんないわけ。はい、もしもし。社長、よかった。大変なことが。え？今ダイナチェアの堀江さんから電話があったんです。パク社長が昨夜自殺したって。なんだって。それで堀江さん、パク社長がうちから借りてるお金の件で話がしたいそうです。私今秋山さんが蒼天堀にいることを伝えちゃったんですけど。わかった、それでいい。早速行ってみるよ。それじゃあ。